レナ王国にようこそ。レナでーす。今日は皆様のこだわりのスキンケアご紹介いたします。君たちラッキーだね。私の美肌の秘訣全部教えちゃおうかな。この前おすすめパックを紹介した時にコメントでレナ様の普段のスキンケアもぜひ教えてくださいってたくさんコメント来たので、もうレナ国民なら全部教えちゃおうかな。サザエでございます。ということで今日はレナ様の普段のメイク落としからのスキンケア全部見せちゃうね。だから美肌の秘訣はこれですよ。全部全部全部大公開。今まで本当にね、いろんなもの使ってきて、いろんなもの試してきて、マジで本当にね、本当美容オタクだよ。だから今日紹介するものは本当にね、やっとこれだと思うものを紹介していくから、ぜひみんな最後まで見てください。では楽しんでいってね。レッツゴー。はい、では今日はすっぴんになっていこう。髪の毛をしばろう。はい、私がいつも使ってるかわいいキキちゃん、にゃーってね、こんだけ持ってきちゃったの。並べてみよう。はい、じゃあ今日のスキンケアを始めていこうと思います。まずカラコンを落としましょう。一回きれいにしよう。え、なんで穴開いてないの。こうやってどうやって出すの。そういうもの。じゃあカラコンを外していきたいと思います。まずね、みんなに紹介したい2つメイク落としを紹介したいと思います。まずその前に言いたいのは、私めちゃくちゃ究極めんどくさがり屋さんだから、時間をめちゃくちゃかけるとかすっごい嫌いなの。だってもっと寝たいじゃん。だから簡単に落とせて、簡単にめちゃめちゃ美肌になる秘訣を教えるね。いろいろ試してきた中で一番最近びっくりしてめっちゃ良かったのがエムディア。これはうちのクリニック最近仕入れて、私が一番最初持って帰って使ってみたら、もうびっくりした。これはこういうタイプなんだよね。何がいいっていうと、昔こういうのを買ってみたら全然落とせないっていうのがまず第一だった。だからめんどくさいっていうのがあった。ただこれね、肌に優しいのにめちゃくちゃ落とせる。まずこれを落としていこうと思います。これを顔に乗せて、この辺でね、くるくるして、あんまりゴシゴシやると肌に負担が大きいから、まあでもこれだったら別にゴシゴシやらなくても全然いい。わかる？めっちゃ落とせてる。匂いも結構好きで、あとくるくるしてるだけなのにすっごい汚れ取れてる気分。めちゃくちゃツルツル。このジェルタイプは今まで出会ったことないタイプだよね。しかも安い。確か4000いかないぐらい。だって他のハイブランドもっと全然するじゃん。これ本当にいい。ほらだって普通こういうジェルタイプだと目のこんな頑固なラインとか絶対落とせないもん。でさっきついてたラメラメとかもこれもう全然ないもん。でしかも長時間これくるくるしていくと塊ができちゃうの。まるで角質みたいな感じ。これがねすごい爽快感ある。なのに肌に優しいっていうね。よし、洗顔しよう。ほんとこすらないように落としながら優しくこうやって水でつける。綺麗に落とすっていうのが実はポイント。いつもだとフェイスタオルみたいなの使ってんだけど、全然ねこういうキッチンペッパーみたいな感じでも全然いい。とにかくタオルはダメ。だって汚いじゃん、洗濯機の中に入ってるものって。ズボンも洗うし、いろいろ洗うし、タオルが綺麗なわけじゃないじゃん。こんな感じですね。で目の周り汚くないかっていうのを綿棒でもう一回取って、まああんまりないと思うんだけど、まあこんな感じで、その次洗顔。これはマジでね、これセットで持って帰って使ってみたんだけど、宣伝に見えるけどマジこれやばい。クッションのとこ見て、ちょっと見てよ、この泡を。このもちもち、この泡はやみつきやばいよ。この洗顔があってからもう他の洗顔全然使えなくなった。他の YouTuber さんのやつ見てみたんだけど、みんなほら優しく洗ってって言ってんじゃん。これは全く力入らない。だって密だもん泡が。この泡はマジでね、みんな触ってみたらびっくりするぐらいここの泡がやばすぎる。しかも安い。これも3000いくら、超安い。洗顔にしてこれはマジで
で、効果抜群。落としてみよう。洗顔終わりました。こんな感じ、すごい。この2つで肌の毛穴が一気にスースーする、通ってる。化粧してる時ってなんか上から塗ってて新鮮な空気が入ってない肌に、これはね感じる、肌が綺麗っていうのが。やってくださいこんな感じなんだよね。これからスキンケア行こうと思います。その前に私がよくやってるのがこれだね、ラシャス。まず唇の保湿、結構みんな忘れがちなんだけど、この透明のやつ保湿力すっごいんだよ。しかもフリッと見えるから、夜塗って朝起きたらまだねちょっとついてる感じする。だから唇パックよりもこっちの方が全然いい。ではようやくスキンケアゾーンに入りました。じゃん。で、大体いつも洗顔の後に、終わった後にパックをするんだ。で、今日は水光注射終わったから、この前言ったような肌の修復するための SRS、 これも美容外科で売ってるやつなんだけど、これをやっていこうと思います。パックの動画出してあるから、見てない人はぜひ見てね。パックしてる間はできる限りみんな笑ったりしない方がいいの。なぜかっていうと、パックで固定してるのに笑っちゃうとそこにねほうれい線ができちゃうの。こんな感じ。はい、ちょっと15分置きたいと思います。これは液体をもっと浸透するように押し込んで押し込んで押し込んで、ギュギュギュってしてる。で、さっきのこれに戻すんだけど、マジで全然宣伝でもなんでもないし、後ろに置いてあって1個も売ったことないってうちは基本的にオペがメインだから、こういう物販全然売ってなくて、たまたま営業さんが来て何個か買ったぐらいで、在庫があったから持って帰ろうと思って使ってみたらマジ良くて、しかも今気づいたんだけど、オイルフリーって書いてあって、私マツエクしてるじゃん。オイルフリーだとマツエクがすごい長持ちするの。だからマツエクしてる人も全然これ使えるっていうこと。だから目元からも何からも全部これ丸一本でいける。めっちゃいい、このクオリティ。買いたい人はぜひ DM してください。安いからはい、今パック終わりました。パックもったいないから、高いんだから、もう首まで塗り塗りしてる。本当は足、今日脱出してたら足とかにもめちゃくちゃ塗る、脇下とかさもったいないよ、わかる。で、その前にもう一個言うんだけど、これもみんな買える、角質ツルツルっていうやつね。これはどういう時に使うかっていうと、たまに洗顔後でもこの辺がザラザラしてる時あるじゃん。あとこの辺、特におでことかなんかザラつきある時は、結構何使っても浸透しにくいんだよ。その前に角質を落としてあげてから化粧水をやってほしい。だから普通にこういう安いものでも全然使えるから、ぜひみんなも試してみてね。で、今パック終わって、本当はこういうのやるのね、コットンパック。これをやる時はどういう時かっていうと、ものすごく私乾燥肌なので、今日はまだほら水光注射終わったばっかりだから、今もっちりしてて全然乾燥も何も気にしてないんだけど、普段めっちゃ乾燥してる時にこういう使い捨てのやつにこういうオイルをたっぷり染みつけて顔にこれペタペタって貼っとく、それがめちゃくちゃ良くて、ぜひ乾燥してる人はこれやってみてください。やってみようかな、どうしようか、これめっちゃおすすめなんで。じゃあやりましょう。マジで保湿って大事すぎて、私の中で。で、この1枚がこういう四角いやつになってるんだけど、このオイルだけだとすごいもったいない。だって全部使えないじゃん。これに化粧水はこれ使ってて、これ後で紹介しますね。まず、これを、あ、終わった。間違えてるやつ持ってきた。まあ、化粧水どれでもいいんだよ。例えば、これも後で紹介したい。これをまずコットンに染み付けて、全然少なかった。コットンを染み付けて、その上にオイルをやって染み込んで、こういう感じにね、こういう感じにしっかりつけないと保湿って結構できなくて、これを広げるとさっきさ四角かったでしょ、しっかりつけるとなんと伸びるんだ。ほら、こういう風に喋れねえじゃん。これマジでおすすめだからね、本当にね、マジ教えたくない。これが一番スキンケアの中で土台を作るのに大事。こんな感じで
フェイスマスクの方が全然楽なんだけど、本当に冬って乾燥するの。だから、せめて週1回はやってあげたい。で、オイルを染み込まして、肌の油分もつけてあげた方が絶対にいい。逆に、若い子たちに言いたいのが、例えば、めちゃくちゃニキビできてる人、肌荒れしてる人、化粧品じゃ絶対に治らないから。もはや、敏感なりすぎて、キリキリしたりとかもするから、ぜひそういうのは、もう美容外科とかもう皮膚科でも行って、まず、炎症を抑えてあげることも大事。よし、そろそろこれもう終わるんだけど、これね、私の秘訣なんだけど、そもそもカットしようかなと思ってる。ずっとビーっていうモザイクでもつけてやろうかなと思って。これぐらい、これは有料情報。はい。これもうツルツルなの。で、化粧水も何個かおすすめしたいなと。で、昔私よく無印とかも使ったの。で、無印もいいんだけど、冬じゃ全然足りないなと思って。で、こういう導入液とかも使ってみたんだけど、まあそんなに効果ないかなっていう感じだけど、まあ浸透よくしてくれるっていうから買ってみた。その次の化粧水なんだけど、前まで流行ってたゼオスキンも使ってみたのね。ゼオスキンはアンチエイジングみたいな水分が結構入ってていいんだけど、なんかヒリヒリしちゃうんだよね、私の肌。すごい敏感だから、なんか乾燥してんじゃないかなって思って、これは夏の時にしか使わない。今ね、冬じゃ全然足りない。夏の時逆にさ、油分とか出ちゃうと、メイク崩れとかしたりするから、朝に使ってる。この二つも、これはね、めっちゃ調子いい時あるんだよ。なんか今日つけて、あ、いつもの化粧水みたいな感じの時もあれば、肌が極端に弱い時にこれつけるとヒリヒリしちゃうの。痛っみたいな。だけどこれアルコールフリーなのね。だから究極の敏感肌すぎるから、日によって違う。でもこれは安いんだよ。確か、3000円くらいかな？手軽く買える。この中の菊の花みたいなやつは鎮静とかしてくれるから、結構いいんだよね。これはリピしてる。ただたまーに染みる。肌めっちゃ弱い人はどうかなーって感じ。で、その次は、これ赤いやついきます。これはラムーン。みんなが多分結構知ってると思うんだけど、いくらだったか覚えてないんだよね。1万いくらで、これは高いからぜひセレブたち25歳以上の人使っていいかなって思ってる。あんま若い時に使ってもそんな浸透しないから、だから金持ってる人はぜひこれをリピしてください。これ3本目です。もう1個めっちゃいいのが、冬私が一番使ってるのはこれですね。これ意外と月夜行った時に乾燥してるから化粧水でとろーっとしてるって書いてあったから使ってみたの。これは保湿結構良かった。こんな感じなんだよね。で、しっとりしてる。だからこれはね、結構おすすめ。これをちょっと今日つけていこうかな。パックした後でも、当然やっぱね、しっとり系の化粧水を塗ってあげることが重要。特にこの目の下際、私おばさんだから、目の下のこの小じわって結構ね、美容外科でも消えにくいから、全部ね、乾燥から来てて、化粧水とかもたっぷり塗ってあげないと、どんどんいろんなとこがシワシワになっちゃう。首も忘れないでね。これが今の化粧品ね。もう一個、毎日朝も夜も使ってていいやつがこれなんだよね。9点で買ったの。めちゃくちゃ大きいこれぐらいのボトルできて、これに詰め替えて今日持ってきたんだけど、これに詰め替えるとこういう泡みたいなタイプが出るの。こういう感じで出るのね。で、これを普通に、ま、もう本当にないからあれなんだけど、こういうとこに泡を乗せて放置しておくの。染み込むみたいな。これもね、マジで保湿抜群。だから朝もバシャバシャピシッってやっていつもやってる。これは冬は乾燥肌にぜひおすすめしたいと思います。じゃあ次のゾーンに行くね。美容液マニアの美容液1、美容液2、美容液3、美容液4、美容液1,2,3,4と美容液。はい。美容液だらけ。何が違うかって。これが確か覚えてないんだけど、これと同じとこだったかな。ちょっと見てもらうとわかるけど、面白いんだよね。この美容液にプッシュと、こっち乳液なんだよね。これを混ぜて顔に塗る。保湿なんだよ。本当に私ね、保湿大好きで、保湿かけると顔がくすんできたりするから、みんなぜひ保湿しといてね。で、この次、めちゃめちゃおすすめする美容液が、これなんだよ。で、見たら、ウケる今思ったんだけど、これ2つ出るじゃん。これも2つ出るやつ。これも、ほら、これ両方一気に出るの。もう混ぜてくれてる。で、これも混ぜ混ぜ混ぜして、私はもうたっぷり、美容液大好き。
あー、もうツルンツルン、本当にツルツル。で、ただ美容液って結構高いじゃん。で、紹介するものがいくつあって、ずーっとリピしてるこれ6本目になるんだけど、これがめちゃくちゃいい。これはみんなにおすすめしたいなと思ってるんだけど、これでも高いって思う人は、これ確か安かったけど、もう本当にわかんない。これはもうちょっと安い。もう一個、アンチエイジングしたい人いると思うんだけど、このムラート、結構多分あんまり聞いたことないと思うみんな。このムラートっていうのは、海外で今すっごい流行ってて、アンチエイジングに結構良くて、リピしてる。これ2本目。両方とも2本目。で、これ楽天で買った。1万ぐらい、これは。で、これでも高いっていう人は、もう一個。私が最近一番使ってんのは、こいつらでーす。はい。これはこの前ね、韓国ショップ行った時に買ったんだけど、これは学生さんとかにぜひおすすめしたい。全部効果が違ってて、例えば保湿とか美白とかも全部入ってて、チューブでこうやって吸うのね。で、まあこれが確か保湿だったと思う。こんな感じで取って顔に伸ばしていく。これはもう本当にね、リーズナブルで、学生さんにはおすすめしたい。で、4つあるんだけど、これ1個ずつ塗っていくのめんどくさい時は、全部1個ずつ出して、とにかくこうやってごちゃ混ぜだって結局一緒だもん。すごいいい匂いするの。これも美容液は欠かせないよ。はい、以上美容液でした。はい、次はアイクリーム。アイクリームね、私全然使わないの、めんどくさいから。だから美容液をたっぷりこの目の周りに塗っとく。ただ唯一持ってるアイクリームはこれね、高いやつ、ラムで、このアイクリームは、目って周りすごい柔らかくて、なんか皮膚が薄くて、色素沈着とかね、しやすいの。だから、目の周り、ぜひケアしたい人は、こういう専属の棒をつけて、こういうとこにつけて、これをリフトアップみたいな感じでつけておく。あと、このまぶたの上とかも、拭けるとこの辺くぼんできたりとかさ、シワシワになるから、この辺も大事じゃん。目頭とか。わかる？はい。こんな感じで、目の周りはケア終わりました。はい、そろそろ最後に行きますね。最後はクリームゾーンに入ります。はい、またドラメール高いやつと、これはリーズナブルなやつ、 あとこれブラードね。で、本当はよく使ってるのはこちらです。これは究極にもう肌がめっちゃダメージしてる時に買うやつ。この使い方が特殊だ。これはこうやってね、こういう塊になってるわけ、濃いクリーム。これを手の中に置いといて、手の温度でこいつらを溶かしてあげる。で、それを温めて溶かして、最後にこれをつける。マジでいい匂いする。はい、これはドラメールの使い方ですね。で、この2つは超簡単、普通につけるだけ。ただ朝つけると、この2つは化粧がめっちゃよれる、赤みたいなの出てきて、もうめちゃくちゃ浮くの。だから絶対使わない。朝唯一使うものはこれですね、クラランス。このクラランスの赤のやつ、赤と青のやつがあって、青が夜用、これは朝用。これは保湿バッチリで1日持つから、ぜひ化粧する前に最後でこれ使ってみてください。めっちゃくちゃいい。化粧水の後にちょっとだけ美容液使って、朝のクリーム使って、もう化粧です。だからこれで保湿が全部できるからバッチリです。でもこの3つがどうしても高いっていう人がいたら、ぜひ代用でこれですね、キールズのクリーム。これも私多分5、6個目、いやもっとあると思う。これはまずずっとリピしてる。これは夜でも朝でも使って良き。だから本当は朝これが一番いいんだけど、なんかどっちかしか買えないみたいな子はぜひこれ買ってください。これ4000円ぐらいしかしないと思う。めちゃくちゃいい。しかもそんなね、衣装もよれないし、バッチリです。で、最後になってきた。この3つ、ぜひ見てほしい。はーい。この前、空港で買ったやつと、こいつですね。なんと、料金が33万円でーす。ぜひ、セレブたちに使ってほしい。この中は、キャビアの水分が、たっぷり入ってます。いやらしいね。こんな高いのを次プシュさせていただきます。みんなにもプシュプシュしてキャビアの匂いを匂わせてあげるからぜひみんなまた楽しみにしててね。